私に任せて。気をつけて。うん。なぜ残る？なぜ戦う？あら、まだ何かご用でしょうか？ああ、やり残したことがあるんでな。すみませんが、ここにいる人たち全員解放していただきます。帰っていいと言われても他の人たちを見過ごすなんてできないわ。光さん、まさかあなたまで同じことを言うつもり？周りに流されて本心ではないのにまた無理をしているのではないかしら。違う、私は私の意志でここにいる。せっかく帰ってよろしいですよと言ってあげましたのに。なら仕方がありませんね。世界の一端をお見せしましょうか。今はシャドウを倒すしかないですね。サポートは任せてください。んじゃ、ここは一丁、俺っちたちの力見せちゃいますか。やるか。行こう。やるよ。遠慮せずに優しく命令し、皆さんの傷を癒します。来い、サタナエル。ここだ。よし、チャンスだ。ペソナ、セイオーボ、イザナギの狼、無駄だ。いい調子です。全力集中。今ならいけるよ。違うな。俺の出番だ。今だ。かなりの実力だな。サタナエル、行くぜ。オリス・メギストス。よし、行こうぜ。一気にやっちゃおう。うん、お願い、みんなを守って。はあ、おら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 、あれ、残っちまったか。オルフェンスカイ、さすがって感じか。うん、自信につながる戦いだった。涼しいか。こんなんで俺たちを止められっかよ。確かに皆さんは強いでしょ。戦える力だって持っていらっしゃる。でもその強さを皆にまで求めるのはもはや傲慢というもの。何が言いたいの？立ち向かえと言葉でおっしゃるだけなら簡単なことでしょう。けれども誰しもがあなたたちのように強く勇敢であるのが当然だと。俺たちが間違っていると言いたいのか？あなたたちがここにいる方々を変えようと尽力されているのは分かりました。ですが彼ら自身は本当にそれを望んでいるでしょうか？ご覧なさい、これが人という弱い生き物のあり方。
そうだよ。あんな勇気があったら自分だってあんなふうになれたら。すごい。でもそうだよ。どうせ俺には無理なんだ。頑張ったって傷つくだけ。あの人たちが強くなれない。そんな、みんなにはクマたちの気持ちが伝わらないクマ。あなたたちはここにいる人間たちを一人残らず救っていくつもりかしら。いえ、救うなんておこがましい。彼らがここにいることを望んでいるもの。だがそれは。分かったでしょ。救済に終わりはなく、あなたたちのしていることは無駄だと。彼らを救えるのは私が与えるこの世界だけだと。ああ、こんなんで音を上げてちゃ世直し怪盗団の名がすたるぜ。我が輩たちの意地見せつけてやる。何を言っても無駄なようですね。では私も何度でもあなたたちに教えてあげましょう。己の愚かさを。ここは…皆さん、大丈夫ですか？山岸、ということは、ここは光の映画館か？うん、みんな一気にここまで飛ばされちゃったみたい。エンリルの力もやばいけど、それより何より映画館にいる人たちが私たちを拒絶する力がすげえ強いぞ。くそ、なんであいつら分かってくれねえんだよ。でも、あの人たち少し戸惑ってなかった？ああ、勇気さえあればそんな声だってあった。でも結局一人また一人って、みんな諦めモードに入ってたよね。きっとみんな私と同じだと思う。同じって？過去の傷ついた記憶や諦めた方が楽って気持ちを呼び起こすような映画、そういうのをずっと見てると本当に諦めるのが正しいって思えてくるの。もはやマインドコントロールに近いな。僕たちが何を言っても聞こえるかどうか。でも私は変われた。みんなが変えてくれた映画のおかげで、我慢せずに前を向こうって。映画って本来そういうもののはずなんだよ。自分を否定するためのものじゃない。あの映画を見ればみんなだって。突然どうしたの？何か思いついたのか？ひょっとして私たちが今まで変えてきた映画のこと？あれをみんなに見せる？なるほどな。うまくいきゃあいつらも考えが変わるかもしれねえ。確かに理屈としては正しいですが。ストップストップ。ごめん、つまりどういうこと？一人一人を説得するんじゃなくて、映画の力でみんなの心をまとめて変える、そういうことじゃないかな。ああ、映画を見て勇気が芽生えれば鍵は外れる。みんな映画館から出てくるかもしれない。で、どうやってあいつらに映画を見せるつもりだ？映画館って普通劇場ごとに作品が違いますもんね。ひかりちゃんの映画を一斉に流す、一体どうすれば？フィルムって地面に流れてたあれだよね。それを変えるってこと？もしかして4つ置いてあった映写機はあのフィルムと関係があるのかな？そうか、
4つの映写機とフィルムを利用すればいい。映画館街の道はどうも全ての映画館に影響を与えてる一つの長いフィルムっぽい。暗い感じのフィルムだったよね。単に色が暗いというだけじゃなくて、ひょっとしてあれがこの世界にいる人たちにネガティブな影響を。きっとあの長いフィルムはみんなの暗い記憶で構築されているんだと思う。つまり人々の記憶の集合体か。なんだかアカシックレコードみたいだね。あ、なんすかそれ。世界のあらゆる事象や感情の記録という概念、確かに近いものはありますね。ですがあらゆる記録と呼ぶにはここに映るものは偏りすぎです。うん、これはみんな編集された記憶。楽しかったことや嬉しかったことはフィルムから切り取られてる。フィルムにはネガとポジがあるが、本当にネガティブな部分を抽出したとはな。光の見ていた映画は私たちが一つずつ変えたけれど、ここの人たちの意識をまとめて変えるには大元を断ち切る必要があるということね。そっか、このフィルムを光ちゃんの新しい映画に取り替えちゃえばいいんだ。そうすればみんなきっと。みんな光みたいに元気になれるかな。ならやるしかないっしょ。決まりだな。ネガティブな映画を光の映画に変えよう。さっきの4つの映写機のフィルムを取り替えればいいんだね。となると光の映画フィルムを取りに行く必要があるな。よし、映写室に行くぞ。ここで流れてたフィルムは、あった、これかな。こっちも見つけたっすよ。1、2、3、4、間違いない。これで揃ったな。このフィルムをあの4つの映写機にセットすればいいんだな。うん、こっから先はクマたちに任せんしゃい。ヒカリンは大船に乗ったつもりで待ってるクマ。ねえ、私も一緒に行っちゃダメかな。え、でも危ないよ。まさかクマの大船じゃ安心できんですと。まあお前が言うと泥船感があるけどね。けど冗談抜きでここにいた方が安心だと思うぜ。そうだ、こっから先は敵の本拠地に乗り込むんだ。もしあいつに会ったら光だって無事じゃ済まないかも。だからこそだよ、あの人に会って伝えたいことがあるの。あの人ってエンリルだよね。うん、危険なのは分かってる。みんなの邪魔になるかもしれない。でもどうしてもエンリルのところに私も一緒に行きたい。ダメ？光がそこまで言うなら私も全力でサポートする。でも無茶だけはするなよ。危なくなったらすぐ逃げるんだぞ。よし、俺っちたちに任せな。敵が来てもペルソナでぶっ飛ばすからよ。そうやってすぐ調子乗って真っ先にダウンしないでよ。みんなありがとう。それではロビーに戻ろう。作戦決行に備えて準備をせねばな。にしても映画を取り替えるか、エンリルにバレたらやっぱまずいよな。説得して聞くような相手じゃないもん。見つかったら次こそ容赦ないかも。そこは怪盗団みたいに闇に忍んでシュシュッと参上するから。こそこそするのは性に合わんな。第一怪盗などしたことがない。ノウハウを教えてくれ。そういうものなのか。違う、我が輩たちの仕事はもっとスマートだ。怪盗団の本気を見せてやるから我が輩たちについてこい。うん、なんか
私たちまで怪盗団になったみたいだね。いいじゃんそれ、特別捜査隊兼怪盗団。追うものと追われるもの、本来なら交わることのない二者ですか。この世界だからこそ実現できる組み合わせかもしれませんね。ではこの作戦に限り、特別課外活動部も怪盗団として参加させてもらおう。怪盗か、そういうのに憧れるお年頃か。天田少年もやっぱり小学生だね。別にそんなんじゃないです、からかわないでください。コロマルさんは怪盗団に俺もなると張り切っています。そうだ光、お前も怪盗団の一員だからな。私も入っていいの？もちろんだよ、みんなで一緒に頑張ろうね。ありがとう。一気に大所帯になったね、怪盗団なのに。あ、すごいよユウ。うちのリーダーもですけど、皆さんのリーダーも頼もしいですね。さすがです。うん、頼りになるよね、彼女も度胸あるしさ。こんな時になんだけど、実は今ちょっとワクワクしてる。ああ、その気持ち自分も一緒だ。本来なら出会うはずのない俺たちがこうして一つの場所に集まっている。今この場所で俺たちにしかできない、いや俺たちだからできることがあるんだ。そうだよ、私たちが出会った意味はきっとあるはず。では新たなメンバーを迎えた新怪盗団の発足だ。早速作戦を。ああ忘れてた、予告状。は？予告状？あれがねえと始まんないだろ。ユウスケ頼めるか。ここはパレスじゃないのよ、予告状を出したって。怪盗団に予告状は必須だと思う、出そう出そう。僕も皆さんの士気が上がるならやっていいんじゃないかと思います。様式美というやつか。分かった、用意しておこう。そんじゃいつもの掛け声は頼んだぜ。大怪盗団作戦を開始する。ちゃんと準備してまた行こうね。